小玉健治、1949年12月13日体はアニメ監督、映画監督、キャラクターデザイナー。北海道出身。日本アニメーター、演出協会会員。妻はアニメーターでイラストレーターである、上村幸子。1970年に東京ムービーへ入社し、巨人の星や、新お化けの九太郎などの作画を担当した後に、独立。 数々のアニメで監督、演出、キャラクターデザイン、作画監督を務めている。1970年代にアニメーターとして活躍した後、演出の世界に入りたいと思うようになる。全体の7割の作画監督を手掛けた、ルパン三世での大きな経験を生かし、シンドコンジョーガエルの第26話、ミスモモのセックは誰だの巻で、初演出。その後、キャッツアイ第二シリーズで、 初監督。シティハンターでは、すでに、キャラクターデザインとして起用が決まっていた、上村幸子の紹介により、シリーズ全体の総監督、監督、演出、コンテ、脚本を担当。自身のプロダクションであったスタジオイルカ、サンライズのスタッフ、そして、ルパン時代の師匠閣にあたる北原竹や青木、雄三等と共に、シリーズを大ヒットに導く。 監督業に専念するようになって久しい1990年代には、名探偵、コナンの監督を6年間務め、テレビ、映画全作品の監督、演出を行う多忙な日々を送る。諸事情から、コナンを降板した後は2年ほど活動を行わなかったが、2007年からは、読売テレビとサンライズが制作した、結界史の監督を務めた。 以上のように40年以上にわたって第一線で活躍しているベテランであり、アクション作品を得意としているが、ドラえもんの絵コンテにもわずかながら参加している。ありがとうございます。